台湾の交通では、台湾の交通の外境を説明する。台湾の交通は、東西は中央山脈で、南北は河川により阻害されている。そのため初期の台湾の交通は小舟による、沿岸高校による交通が主であった。当時の台湾では、一府に鹿造猛攻という言葉があり、海運の発達により現在の台南、昇華圏鹿港、台北万華が重要な地位を占めていた。 新朝統治末期になると、ようやく南北の陸上交通整備が行われ、また、東西の交通に関しても、チン・シゲルミキ、クレサ島によってアーラン古道、八通管古道等、雪山山脈や中央山脈を貫く山道が整備された。陸上交通の整備はさらに進められ、リ明殿によるキールン大南間の鉄道敷設計画が立てられた。しかし、 後任の新長官理は、台湾のインフラ整備を重視せず、鉄道は大口径までの測量を完了させながら、実際には、キールン台北間、台北新築間のみが開通したに過ぎなかった。それでも中国大陸に先んじた、鉄道敷設は交通士の中で特筆に値する、自責と言える。日清戦争後下関条約が締結されると、台湾は日本に割譲され、 台湾総督府主導の下現在の台湾交通の基礎が整備されることとなった。中間線が新築より平東県豊験漁まで延伸されたほか、それまで交通整備が遅れていた東部のカレン台東間の鉄道建築も進められた。また、西部平原では産業の発展に従い東京遠行専用の軽便鉄道が整備された。また、 軍事空港の整備に伴い航空路線も開設されていった。この時期の台湾は日本内地同様左側通行が採用されており、中華民国政府による接収後に右側通行に改められた。中華民国政府戦代後は両岸関係の緊張が高まり、軍事要求に応えるための南北平行予備線、西ら大橋、中部横岸航路などの交通整備が行われた。 また、鉄道の電化、関島鉄道計画、高速道路、早運、高速鉄道などの計画が立案、実行され現在の台湾の交通システムが完成している。国道標識台湾の道路交通は本島及び離島地区を網羅しており、その管理体系より、国道、小道、県道、公道、専用道路の5種類に区分されている。また、地方自治体が設置する、 大道、快速道路、市道、駆動にも、宿道路となっている道路が存在する。国道標識は、中華民国国家の梅をデザインしたものであり、現在まで8路線が高速道路として整備されている。主要な国道を紹介すると、国道1号は、中山高速航路と称され、1970年代に、ルン港と高尾港を結ぶ。 総延長 373.3km として着工された。国道3号はフォルモサ高速航路と称され、キールンから平東県林辺を結ぶ高速道路である。国道5号は小伊水高速航路と称され、国道3号の南高 IC より分岐し、ギラン層までの高速道路であり、台湾の東西を連絡する唯一の高速道路となっている。 衝動標識快速航路標識衝動標識は縦型であり、現在約60路線が整備されている。台北市の忠だ寺と中山寺の交差点を道路原点とし、南北路線には奇数番号、東西路線には偶数番号が割り当てられている。主要な小道としては南北中間道路の第一線があり、19世紀には現在の路線が整備されていた。また、 第8線は中部横断道路であり、第9線が東部的縦貫道路となっている。第61線は西部臨海自動車専用道路となっており、1992年に着工され現在まで全時開通している。この他国道1号線と国道3号線を連絡する道路として12本の自動車専用道路も1992年により整備が開始され、 現在は、その大部分が開通している。台湾の自動車輸送は、バス旅客輸送、観光バス旅客輸送、タクシー、乗用車レンタカー、貨物車、レンタカー、貨物輸送に分類されている。台湾の鉄道輸送は、台湾鉄路管理局路線、産業軽便鉄道、早運、ライトレール、ケーブルカー及び高速鉄道などのシステムが存在している。 台湾の鉄道輸送は日本統治時代に本格的に整備され、全島にわたって路線が敷設された。太平洋戦争の終結に伴い国民政府により台湾が接収されると、それまでの鉄道重視の交通政策からアメリカの影響を受け自動車輸送を中心とした交通政策が採用された。しかし都市部では渋滞解消や大気汚染の観点から、 鉄道輸送が見直され、台北市などでは、早運の付設が、積極的に推進されるなどの変化が見られる。2006年8月22日、行政院経済建設委員会は将来は、道路建設に代わり鉄道建設を推進し、環境問題を解決すると正式に宣言している。台湾の空港の大部分は、軍民共用となっており、民用部分に関しては、 交通部民用航空局により管理されている。桃園市の台湾桃園国際空港が国際線空港、台北市の台北松山空港と高尾市の高尾国際空港は国際国内線空港として整備され、それ以外に台中市の西成五空港、カレン市のカレン空港、マコー市のマコー空港が国際線チャーター便を取り扱っている。 その他国内線専用空港としては、嘉義空港、台南空港、平東空港、ひさしゅん空港、宝庫県七尾空港及び、餅ち空港、緑島空港、台東空港、乱遊空港、金門空港、場所南なみお空港及び場所北ざ空港が存在している。東引き、東巨、西巨、小龍級、玉まり右し崎、 京都米帝、天竜、同総合員台湾を代表する大手航空会社には、スカイチーム加盟のチャイナイアラインと、スターアライアンス加盟のエバー航空があり、国内線を中心に運航するのは、ユニー航空、かシン航空、特安航空となっている。周囲を海洋に囲まれた台湾では、海上交通が発達し、国際貿易も海上輸送に依拠している。 港湾は現在交通部が管理する商業港湾と経済部が管理する工業専用港湾行政院農業委員会が管理する漁港に分類される。交通部は現在高尾公務局、キールン公務局、カレン公務局及び台中公務局を設置し各港湾を管理すると同時に金門県政府、田園県政府に委託志向、務むところを設置し、 当該地域の商降の管理を行っている。最大の規模を誇る高尾港は、世界の5大貨物取扱い港湾となっており、それ以外に、キールン港、台中港、カレン港が、国際貨物を取り扱っている。また、補助港湾施設として、台北港、総港、阿びら港が設置されている。現在は4港が設置されている。かよ県の補定港、 宝庫県の真高校は離島輸送及び観光を、尾本市高雄公務局により管理されている。その他の金門校及び馬祖校は、当該地域の地方政府により運営され、台湾国内のみならず、小三通政策により、中国との直行航路が開設されている。現在2校が設置されている。ウリン県麦寮合林海部に建設された大諸工場に隣接する。 麦儀工業港があり、大素六傾工業区への原料輸入と製品輸出を行っている。また、カレン県修林郷の和平工業港は、台湾水泥に併設されたものであり、台湾東部の砂石の運搬と原料輸入及び製品の輸出を担当している。宴会の各県市に設置され、規模の大きい漁港としては、キールン市八都市漁港、ギラン県南方沖漁港、 高尾県京立漁港があり、京立漁港は、東南アジア最大の規模を誇る。しかし、各国の海洋資源保護政策と200回離問題により、計画を下回る水揚げ高となっている。漁港は、農医会漁業所により管理され、全地漁港、南方、沖漁港、八都市漁港及び聖浜漁港、新築漁港、青切聖漁港、東港潮保漁港は、漁業所より、 現地地方政府に委託され管理されている。台湾を代表する海運会社は、陽明海運、長栄海運、満海海運がある、離島との輸送に関しては、第三セクター方式も採用されている。ありがとうございます。